ちゃん。それよかさ、翔一くんっていうのやめてくれないかな。ほら、一応年上なんだし。それもやめてくれないかな。毎日そんな風に聞かれると結構プレッシャー感じちゃってさ。過去のことじゃなくて、これからのことだよ。どうやって生きていけばいいのかわかんなくてさ。なんだよそれ。俺らしくないってどういうこと？俺だって、俺のことがわからないのに、マナちゃんに何がわかるって言うんだよ。もういい。俺がやろう。なんかちょっと自信ついたっていうかさ、さっき家の仕事してて俺思ったんだよね。こう、自分のいるべき場所があるっていいなって。うん。俺だけじゃなくて、おじさんにもマナちゃんにも大地にもあるだろ？自分の場所がさ。そういうのって誰にでもあるんだよ、きっと。で、みんな自分の場所にいるときが一番幸せなんだと思う。だから、そういうみんなの場所、俺が守れたらいいなって。わからない。だから、わからないんだよ。ただ、俺戦わなくちゃならないんだ。あいつらと。じゃあ、ここにいていいの？俺のこと、怖くないの？うん。でも、本当に怖くない？無理してない？いつもの、俺？ありがとうございました、金剛寺さん。ごめん、マナちゃん。俺、行かなくちゃ。まゆみさん、元気出してください。必ず、あなたを守ってくれる人がいますから。俺、行かなくちゃ。本当、ごめんなさい。俺、超能力者でした。ちょっと違うような気もしますけど、多分似たようなもんです。ダメです。いえ、前はそうでしたけど、今ではちゃんと自分の意志でやっています。氷川さん、きっと驚いちゃうから。違います。もっと全然すごいやつです。絶対絶対驚いちゃいます。もしかして気絶しちゃうくらい驚いちゃいます。強くなるんです。パンチやキックで相手と戦います。とんでもない。マジです。うわ、不器用なんですね。いや、もういいです。こっちのまで壊されちゃ大変ですから。いや、もう結構です。夢？毎日毎日記憶喪失になりたいかな。例えば朝、目が覚めるじゃない。で、昨日のことは何も覚えてなければさ、見るもの全てがすごい新鮮なわけよ。そんな風に毎日生きていけたらいいなーって。ごめん、マナちゃん。俺行かなくちゃ。どうしてですか？こんなに世界は綺麗なのに。ほら、空も雲も、木も花も虫も、鳥も家も草も水も。そうかな。そういうのって味方によるんじゃないですか。幻想の中で生きるなんてもったいなさすぎますよ。逃げて、マナちゃん。マナちゃん！俺、ずっとマナちゃんのそばにいるからさ。もし、またあいつが現れたらさ、今度こそ俺がやっつけてやるからさ。あ、そうか。今、何時ですか？ということは、あと4時間で俺死ぬかもしれないんだ。忘れてました。わかりません。俺、なんか死なないような気がするんですけど。だって、今生きてるじゃないですか。そんなことより、どうですか、キャベツ。うちのは無農薬ですから、生でも安心して食べれますよ。あれ？もうすぐ死ぬかもしれない俺のキャベツが食べれないんだ。寂しいなぁ。あ、そうだ。ついに草むしりも手伝ってもらえません？そうですか。ああ、もうすぐ死ぬかもしれないのに。死ぬ前に氷川さんと草むしりしたかったのに。もし、俺が死んだら、誰が守るんだ？マナちゃんのこと。でも、ほら、明日のことなんかわかんないしさ。今日できることは今日やっておこうよ。氷川さん、マナちゃんをお願いします。お願いします、早く！アギトですか。まあ、別に。いや、そんな大したやつじゃありませんよ。あれ？
氷川さん、なんだってそんなムキになるんです？もしかしてアギトのこと好きなんですか？やだなぁ。そんなことより、ちょっとこれ手伝ってもらえませんか？俺、違う仕事がありますから。そうですよね。こういう細かい仕事は無理ですよね。氷川さん、武骨そうだし。いいですから、本当に。いいですよ。いい。やだ。ああ。アキさん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 。氷川さん。それが、俺、悲しいわけじゃないんです。悲しいっていうより、なんか、スカスカしてるんです。アキさんが死んだ分だけ世界が広くなって、その広くなった分だけスカスカしてるような気がして、椅子が一個余ってるって感じなんです。アキさんが座ってた椅子なんですけど、でも、もうそこには誰も座れなくて、だから、寂しいんです。俺、頑張ります。俺が頑張って生きて、穴を埋めます。じゃあ俺が G3X とかを着てアンノウンと戦えって？なんか面白そうですね。まあまあ氷川さん、そうムキにならないで。あれ、食べないんですか？冷ややっこ取りましょうか。あ、ダメですよ氷川さん、無駄に力入れちゃ。ほら、俺が取りますから。甘いな。俺は木綿豆腐だからうまくいったんです。今の手つきじゃ絹ごし豆腐は取れませんよ。いえ、うちにはありませんけど。氷川さんがやろうって言い出したんじゃないですか。甘いな。じゃーん。記憶喪失でも免許は取れるんです。知りませんでした？勉強不足ですね。氷川さんが言い出したんじゃないですか。G3X? あれ、本気だったんですか？氷川さんがやればいいじゃないですか。じゃあ、あれ、もしかして氷川さんだったんですか？なんてことするんです。何度も氷川さんのこと助けてあげたのに、いきなり襲いかかってくるなんて。姉さん。そうだ。俺は。そうだ。思い出したぞ。すべてを。逃げてください。何者なんだお前たちは。目的は何なんだ。俺は。何をやっていたんだ今まで。ねえマナちゃん、一つ聞いていいかな。俺どうだった？どんなやつだった？そっか。あれ、逃げるんですか氷川さん。男らしくないな。逃げて、逃げて、逃げてください。マナちゃん、やっぱまだ帰りたくない。自分の場所を見つけたいんだ。謝ることないって。俺、なんかわかるし。それでどう？見つかった？マナちゃんの居場所。マナちゃん、やっぱ家を出てよかったんじゃないかな。なんていうかさ、マナちゃん見つけたんだよ。すっぽんぽんの裸の自分をさ。そこから始めてみればいいんじゃないかな。逃げて、マナちゃん。早く逃げて。逃げて。俺、逃げたから。俺、あいつとお前に会ったような気がするんだ。俺は、きっとあいつには勝てない。戦ったら俺は、そう思ったら、なんかいろいろ考えちゃってさ、なんで俺がアギトなんだろうって。あいつはきっとまた俺を狙ってくる。俺がアギトだから。なんで俺アギトなのかな。アギトを辞めることってできないのかな。きっとまたあいつは俺を狙ってくる。ここにいちゃ、みんなに迷惑がかかるかもしれないから。でも驚きました。
芦原さんが変身できるなんて。初めて会いました。俺と同じような人と。なんかちょっと嬉しいっていうか。一つ聞いてもいいですか？氷川さんはなぜアンノウンと戦っているんですか？強いんですね、氷川さんって。芦原さん、俺たちこれからどうやって生きていけばいいんでしょう。俺、今までずっとアンノウンと戦ってきたけど、なんか自信なくしちゃって。大体アンノウンって、一体奴ら何なんですか？どういうことですか、それ。俺らみたいな人間がもっと増えていくってことですか？自分のため？何よ、人を能天気みたいに言わないでよ。でも俺が立ち直れたのも、マナちゃんのおかげかな。マナちゃんのお弁当食べてパワーもらったし。うん、俺なんか嬉しくてさ。あの人とは本当に分かり合えるっていう感じがして。やっぱりヤギとつながりってやつ。それさ、いいと思わない？だんだん野菜が育つのって。なんていうか、世の中いろいろあるけど野菜は育つっていうか。だろう？俺思うんだよね。ここの野菜が育っているうちは世の中捨てたもんじゃないって。だからさ、俺にもしものことがあっても、こいつらの面倒だけは見てほしいんだ。別に大した意味はないけど、もしもの話だって。アギト？何ですかそれ。俺、夕食の買い物に行かなくちゃいけないし。だから違いますって。それは、おっと、危ない危ない。かかりませんよ。そんな質問に答えたら、アギトってことになるじゃないですか。え、そうなりますか。ややこしいな。わかりました。もういいです。正直に言います。ちょっと、耳を貸してください。実は、俺、アギトなんです。はい、アギトです。はい、慣れてますから。お前は、なんだ？で、今日は一体何の用です？あれ？もしかしてバレました？そんな、いや、照れるなぁ。どうも、どうも。もういいですよ、氷川さん。なんか、背中がこしょばいくて。ああ、氷川さんはアギトを美化しすぎですって。普通のやつですよ、普通の。大丈夫ですか？氷川さん、なんかちょっと硬くないですか？よしましょうよ、お見合いじゃないんですから。いや、お互い様ですよ。俺だって氷川さんに助けてもらったことあったし。氷川さん、慌てないで。もう俺に貸してくださいよ、やりますから。いいから貸してくださいよ、もう。氷川さん、俺に考えがあります。一緒に戦いましょう。俺、アギトの会とか作るのは夢なんです。俺と、芦原さんと、木野さん。あ、氷川さんも入れてあげてもいいですよ。補欠ですけど。ああ、そうそう。俺、実はアギトの会作ろうって思ってるんですけど、木野さんも入りませんか？みんなで力を合わせてアンノウンと戦って、週に一度俺の手料理を食べるんです。聞きましたよ。木野さん、雪山で遭難したって。ものすごく寒いんでしょうね。そういうの。俺、菜園で野菜を育ててるんですけど、トマトもキュウリも、太陽をいっぱいに浴びないとダメなんです。人間も同じじゃないんですか。暖かい場所に戻りましょうよ。木野さん、未だに冬山にいるんじゃないですか。木野さん、それは俺には木野さんの気持ちなんてわかりません。でも、過去にこだわって生きてもしょうがないじゃないですか。乗らなくちゃ、あの船に。そうだ、俺は、俺は暁号の中で、あいつに。待て！誰も、誰も人の未来を奪うことはできない！津上正一って姉さんの恋人だった人の名前でさ。俺の名前は沢木哲也。よろしくね。いや、だから正一じゃなくて。あなたは、あなたは知ってたんですか？姉さんが。
姉さんがアギトだったってことを。俺、昔のことなんか思い出さなければよかった。まさかこんなことになるなんて。ずっと記憶喪失のままでいればよかった。嘘だ、姉さんはアギトだった。そしてアギトの力がマナちゃんのお父さんを。もし姉さんが犯人なら、アギトの力なんて俺はいらない。俺、今までずっとアギトとして戦ってきましたけど、わからなくなったんです。アギトって何なのかなって。もしかしたらアギトがマナちゃんのお父さんを、いえ、俺の姉さんもアギトのせいで命を落としたかもしれないんです。キノさん、前に足原さんや俺を襲ったことがありましたよね。あれってやっぱりアギトの力のせいだったんじゃないんですか。アギトの力に操られて、それで先生が気に病むことなんて全然ありませんよ。悪いのは俺、マナちゃんに会ってきます。何を言ったらいいのかわからないけど、とにかく会わなくちゃ。マナちゃん、俺、あれは人間が持っちゃいけない力なんです。俺、今までアギトの力で人を守ることができるって思ってました。でも違ったんです。アギトは人を不幸にします。そんな力を持ってたって仕方ないじゃないですか。氷川さんには分かりませんよ。アギトじゃない氷川さんには。もういいじゃありませんか。俺たちはアギトじゃなくなったんです。ただの人間としてみんな勝手に生きていけばいいんです。もう関係ないですよ俺たち。マナちゃん、俺もうアギトじゃないから。アギトの力を捨てたからさ。人間は人間のままでいればいいもんね。だからごめん、姉さんのことをこれで許してもらおうなんて思ってないけど、ごめん。アシャラさん、マナちゃんを早く、お願いします。俺なら大丈夫ですから、早く。何ですか氷川さん、なんかしんみりしてません？帰るってどういうことです？ G3X はどうするんですか？落ち着いてください。何でもないですから。カナさんはカナさんのままです、絶対。何を言ってるんです。同じアギトの会のメンバーじゃないですか。この際正会員にしてあげます。姉さん、ダメだ。姉さんは間違っていたんだ。アギトだからって自分を追い込んで自殺するなんて。姉さん、俺はアギトになっても楽しいことがいっぱいあった。アギトになったって人は人のままで生きていけるんだ。そんなことが。カナさん、生きてください。俺も行きます。俺のために、アギトのために、人間のために。その声、氷川さん、人の運命がお前の手の中にあるなら、俺が奪い返す。いらっしゃいませ。さ、こちらどうぞ。何になさいますか？かしこまりました。おお、国枝先生だって。あんまり天気が良かったから。ある朝目が覚めたらすごい空が綺麗でさ、それでなんだか嬉しくなっちゃって。国枝先生、見られちゃいましたね、俺がアギトになったとこ。でもまさか俺が先生に襲いかかるなんて。俺、自分でも自分の力がコントロールできなくて、俺が俺でなくなっちゃうなんて。
俺がすっかりアジトを自分のものにしてたと思ってた。でも、そうじゃなかった。すいません。俺、一人にしてもらえませんか？何するんですか、先生！いきなり暴力なんて！ずるいですよ、先生。学者のくせに喧嘩強いなんて。先生、俺、忘れてました。先生の病院で窓から青空を見た時のこと。ああ、生きてるっていいなって思ったこと。俺、もう一度一からやってみます。なんか嘘くさいですけど。はい。生きるってことは、美味しいってことじゃないですか。はい。キャベツを食べても、大根を食べても美味しいんです。もしかしたら、何も食べなくても美味しいんです。塩を背負ったりしたら、まずくなります。大丈夫。俺、マナちゃんを助けなきゃ。マナちゃんは今、マナちゃんのいるべき場所にいないからさ。うん。それに、マナちゃんを助けるために戦うなら、そこが俺のいるべき場所なんだ。